はい、田中90です。今回ですね、 CODBOCW のベータ版のね、感想をね、喋りたいと思います。はい、というのもね、割とみんな感想を結構ね、いろんな人が語ってて、なおかつね、動画するのも簡単そうで、もったいね、感想語んなきゃもったいねえなとなったんで、感想を語っていくって感じですね。はい、で、感想ね、いいところと悪いところに分けて列挙して喋っていくって感じですね。まずはいいところから喋っていこう。多分いいところ知りたいって人多い。いや、悪いところ知りたいって人多そうだな。やむ、いいんだよ、そんな。で、いいところ、丸1はね、1つ目、TTK が遅いんですよ。MW に比べて。なんで、横から撃たれても一瞬で死ににくいのはね、結構いいなと思った。っていうか、MW ね、MW、前作の MW は、マップが複雑な割に、横から、撃たれると、TTK が早いから、一瞬で溶けるっていうね、それで結構不快になるっていうのが多かったと思うんだよ。MW やってても俺それ特に感じたのね。マップが複雑じゃなかったらいいんだよ。3連マップだっていいんですけど、複雑な割に TTK が早いと横から撃たれて不快になるってシーンがマジで多いんだよね。それをね、 BOCW は TTK を遅くすることによって、ある程度複雑なマップでもある程度不快感をね、なくすことに成功はしてると思う。まあ不快感あるけどね、横から撃たれたら。まあそれがかなり俺はいいところかなって考える。TTK 遅いのは、まあ BO シリーズは結構遅めなんだけど、いつも。特に BO4 だっけ？とめっちゃ遅かったからね。まあその系譜といえばね、まあ当たり前の話かもしんないけど、TTK が遅いのはすごいいいなって感じたね。で、丸に、スティームショットいいと思う、これ。スティームショットすごい名指しなんだけど、確か MW にもあった気すんだよね、スティームショット。あんま使ってなかったけど俺。でも BO4 みたいにさ、スティームショットってのがあるんですよ、これ。どういうことっていうと、回復できるんですよ、すぐ回復。なんで、連戦になっても結構打ち合えるんだよ。これいいよね。連戦の不快感ってあると思うんだよ。一人やっても、こうやって、ね、体力少ない方、そう、今スティームショット打ってんじゃん。これで回復できるの本当にいいと思う。連戦の不快感が減るからね。やっぱゲームって不快感があればあるほど不快になるから、こういうね、連戦の不快感をスティームショットっていうね、便利なアイテムを追加することによって消してるのはいいんだけど、まあこれちょっと悪いところにもなるかもしれないけど、これ強いやつが強くあり続けるシステムではあると思うんだよ、ある意味。だから初心者的には微妙かもしれない。初心者は傷ついた敵をワンチャン倒すって可能性がね、スティームショットで潰されてるからね、これは表裏一体結構。で、丸さん、ハードポイントドミレだと単純に面白い。やっぱね、MW から顕著になったと思うけど、このゲームね、チーレスがもはや主流じゃないね、やっぱ。MW もチーレスは結構ひどかったけど、まあ、ハーポだと面白い試合あったんだよ、全然。チーレスはひどかったけどね。このゲームもそうなんだよ。キルコンファームではかなりひどい試合があるけど、ドミネとかハーポだと結構面白い時あるから、やっぱね、ドミネとかハーポはね、どんどんね、やっぱ MW から露骨にドミネ、ハーポとかそういうね、オブジェクトルール優遇に変わってて、まあそこはある意味俺結構チーレスはね、キルコンファームではあんまそこまで好きじゃないから、まあ嬉しいっていうか、そういう意味で面白いね。うん。だから、ハーポとかドミネだと面白いって感じ。うん。で、次、丸4。キルレが悪くても、スコアストリックはね、今回継続するんで、それで、なんかキルレはあまり気にしなくてもいいっちゃいい。まあでも言うて気になるんですけど、動画化ね。動画化するとキルレにないと、なんか下手くそみたいな印象がついちゃうから、なるべくね、キルレに意識してる。ぶっちゃけ俺はね、あんま恩恵受けれてないけど、まあそういうのをね、またキルレをね、気にしない人にとってはね、今回、結構、どんどんやってって、1キル1デスでね、どんどんスコアストリックが溜まっていくっていうのはね、いいところかなーって感じるね。うん。これがね、大体 BOCW のいいところかなー。うん。まあ次から悪いところ行ってくんだけど、悪いところ行ってく前に、まあ BOCW のね、まあ総合っていうかね、俺がね、どう思ってるかっていう感想をね、言うんだけど、多分言ったと思うんだよ、前の動画で。簡単に言うと、ずーっと文句言いながらやり続けられる、クソゲーって言い続けながらやり続けられるゲーム、わかる？神ゲーって言われて、これ神ゲーめっちゃ面白いって言いながらやるんだよ。クソゲーだな、ほんとこのゲーム。おもんな、つまんな、やめるわって次の試合やる。そんな感じのゲーム。だから BO2 に近い。コット4は俺神ゲーって連合しながらやったんだよ。でもまあ BO 以降、まあ BO も楽しんでたな。BO2 以降、クソゲーだな、このゲーム本当になって言いながらやり続けてたから、まあそういう感じの評価っすね。クソゲー、マジ腹立つシーンがあるけど、まあなんだかんでやり続けられるみたいな楽しさで。で、まあね、俺の感想ってかね、総合の感想はね、まあこんな感じにして、次ね、悪いところ行っていきましょう。悪いとこ丸1が、とにかくこれ行きたいんだけど、マイアミ、マイアミとか、草のマップ、多分やってる人分かると思うんだけど、草のマップとか、まあモスクワとかもそうなんだけど、ここいるみたいなところはあるんだよね。ここいるっていう、建物の、作り込みすぎてるんですよ。良くも悪くも。
あの MW からそうなんだけど、 MW で言うと、てか MW で言うとシュートハウスみたいなマップ俺好きなのね。わかる？シュートハウスある、わかる？ああいう感じの俺単純なね三連構図のマップが基本的にいいと思ってんだよ。でもね BOCW もそのマイアミなんて特にそうなんだけど違うんだよね。なんか BF 的なマップになってんだよ。 BF 的なマップで、 BF 的なマップをもし作りたいんだったら人数増やすべきだよ。 6vs6 じゃ無理、 12vs12 とかにして常に戦線を作らせなきゃダメなのね。あとリスポーンもある程度まともにして。でもこのゲームってさ 6vs とか 5vs5 でさやるマップじゃねえデカさのマップをやらしてくるんだよ。確かにね、クラン戦とかその要は世界大会レベルの人たちだったらこの広さで 6vs6 とか 5vs5 で楽しめるのかもしれないけど、違うんだよ。俺たちみたいな野良の普通の人たちはこれじゃね、戦線隙間が空きまくって、どれ誰がどこ見てるか分かんないから、裏取りが多発するし、ね、横から撃たれるんだよ。で TTK 遅いと言えと言えども横から撃たれたら不快感あるから、マッパーもちょっと単純化すべきだと思う。うん、てかね、単純なマップを出してほしい、逆に。てかマイアミスモールみたいな感じでさ、もう単純化したマイアミみたいのね、バージョン2個作って、その世界大会は広い方でやればいいんじゃない？でも普通のやつはスモールとかでやった方がいいと思うんだよね。とりあえずマップが複雑すぎる、本当に。マイアミとかね、モスクワみたいなマップをひたすら作るべきだね。それが個人的にめっちゃ言いたいところですね。で、まるにグレネード系が確実に深い。かなり深い。グレネード C4 深い、弱くすべき。これ単純に。グレネードね、なんかベータで弱体化したらしいんだけど、でも深いだからね、でも深い。C4 も深い、C4 特に深い。とりあえず投げてくるんだよ、C4。ポイって投げてきて、避けれるってとかあるんだよね。C4 はもっとね、弱体化すべき、距離ね、短くするとか、本当に深いだからね。うん、だから爆発系はもっと弱体化してほしいね。で、丸さん、コットにしては敵が死にしにくい。死にしにくい。うん。本当、マジで BF やってる気分になる。BF ってさ、まあ基本的に BF とコットって BF の方が視認しにくいんですよ。でもコットって視認しやすいのがすごいいいところだと思うんだよね。俺は視認しやすいゲームがいい。確かリアル思考によっていくとどんどん視認しにくくなってくるんだけど、視認しやすい方がね打ちやすくていいと思うんだよ。で、まあ、BF だったらまあなんだかんだね、まあなんだかんだまあ BF はそういうゲームだし妥協できるんだけど、コットって視認しやすいのが俺の中のポリシーの一つだから、このコットのポリシーっていうか求められる一つだから、コットは視認しやすくしてほしい。視力検査をやりにゲームやりに来てるんじゃないけど、別に敵を発見するのに苦労いらない。うん、苦労が欲しいわけじゃないから、視認性を高めてほしいね。うん。で、マリオン、もう少しね、兵士の機動性をね、良くしてほしいね。悪いところ。うん。で、兵士の機動性が悪いんですよ、このゲーム。ちょっともっさりしてる。スライディングがなんか弱くなったんだけど、まあ、それ弱くする必要あるかなって。まあ、スライディング強かったのは、まあ、確か強かった。その総合的にかなり強かったんだけど、もうちょっとスライディングとかジャンプ値を強くしてほしい。ジャンプ値、じゃあ、機動性って言葉じゃない。もうジャンプ値強くしろ。ジャンプ値、うん、ジャンプ値大好きだ、俺。うん。で、ジャンプ値ついたらね、これ置いといて、次、悪いところ、丸5はね、スナイパーにエイムアシスト俺いらないと思う。スナイパーにエイムアシストいりません。一発で死ぬ系の武器は、エイムアシストだと過度に強くなる恐れが高いんで、いらないでさえ。まあ、PC 版なら別にいいんだけど、エイムアシストがないから。でも、クロスプレイあるんです、クロスプレイ。クロスプレイって仕組みはすごい素晴らしい仕組みなんだけど、スナイパーにエイムアシストあると、本当に全距離ショットガンになりかえないから、いらないと思うんだよね。やっぱ。いや個人的にスナイパーにエイムアシストはいらないって感じですね。うん。で、丸6。UAV とカウンター UAV のね、ポイントね、やばすぎ。ほんとこれやばい。低すぎる。これね、だから高くしてほしい。これマジで悪いところだと思うよ。UAV とカウンター UAV がね、落とす人にとってね、毎試合2、3個、同時に3、4個出てくるので、もうどうしようもない時あるんだよ。で、みんな落とさねえから、しかもカウンター UAV とかね、2発耐えるんですよ、2発。もう耐えるが不快でしかないから、なるべくね、その死んでもポイントね、スコアストリークできるんだから、そういう意味だと、もっと UAV とカウンター UAV って、すごい強いんだよ。特に、UAV 強いから、もっとね、ポイント上げてほしいっすね。うん。で、丸7、足音ね、うるせえなと思う。足音うるさくない？このゲーム。こんなね、リアルの人間、こんな足音気にしてないですよ。多分ね、絶対値的にはこれぐらいの足音してるかもしれない、リアル。でも自分の足音さ、気になったことないですよ、生きてて。まあ、自分の足音だし、特に。人の足音もね、気になったことあんまないと思うんだよ。で、こんな、に対してこのゲーム、リアルに比べて足音うるさすぎでしょって感じるから、なるべくもうちょっと足音ね、静かにしてほしいなと思いました。はい。まあ、とりあえず暫定の BOCW の評価っていうか感想っすね。まあ、システム的にまだね、未完成な部分多いよ。やっぱベータ版なんでね。だから俺が言ったところを中心に改善してください。お願いします。じゃあ、お疲れ様でした。